も東京両国の日大高度5度目の防衛戦の相手として3度目の王座返り咲きを狙うタイの英雄チャチャイ千代の井を迎えた。おっと、効いてますね。強いパンチですね。今の強かったですよ。早いラウンドからおそらく攻めてくるでしょう。油断はいけませんね。大場といえばこの前の、ね、はい、年間最高イヤーになりましたアモレスとの試合で第1ラウンドダウンを喫しまして、そのダウンを跳ね返して第5ラウンド、あ、右の服、チャチャイの右の服、チャチャイの右の服、第1ラウンド、ね、大場クリスト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 、足に来てます、足に来てます、足に来てますね、足に来てます、第1ラウンドダウン、大場、足に来てます、これはどうか、チャチャイの右の、すごい、おっ、いい、これ左、さあ、攻めた、今度はチャチャイの左です、第1ラウンド、大場ダウン、おっ、まだフラフラしています、まだフラフラしています、チャチャイの攻め、大場のショットもいいですね。さあ、ここはどう攻めるか、大場、第1ラウンド苦しい勝負。前回の4回目の防衛戦と同じように第1弾バンを期しました大場であります。何とかこう頑張らなきゃいけないんですね。まだ右、さあ苦しい試合になりました第1ラウンド。さあここはどうしますかね、白井さん。もうね、とにかくもう攻撃ショットがいいんですよ。大場は姿勢になっちゃいかんですね。足を切り出してますね。またチャチャイの左が入りました。それは何とか持ち越さないといけないですよね。そうですね。1ラウンドのダウンで大場は右足首を捻挫したが、当の大場以外誰も気づかなかった。リングの上では決して10カウントは効かないと強気に言った大場は、4ラウンドからペースを取り戻し、8ラウンドには優勢に立った。そして12ラウンドを迎えた。1万観衆大歓声。ちょっと油断しますと左が来ます。そうなんですよ、油断しちゃうんですね。大場のワンツー、まったくあの大場らしい、大場らしい速攻になりましたね。チャチャイの顔面も歪んでいます。第1ラウンドのダウンシーンといい、8ラウンド以降の大場の攻めといい、チャチャイはしかしあれですね、このラウンドも完全に左を狙ってますね。狙ってますね。まあ、疲労はしてますけどね、やはりもう感じなんてもうまく狙ってるんですよね。また左、人を演じます両選手。こうなると白井さんもまあ、俗な言葉ですけども、根性で戦ったということでしょうね。本当に記録ですね。大場のワンツーが当たればチャチャイの左が当たります。この人無心でやってるんですよね。あ、無心ですか、ね、もう何も考えないで、もう自然に打ってるわけですよ。こういう時にね、白井さん、はいはい、誰の顔が見えますか、客席で。なんて言いますかね、もう顔なんてのは見えないでしょうね。見えませんかね、はい、おっぴ、これよかった、これは軽くいた、あっ、さあいける、さあどうか、さあどうだ、あっ、チャチャイダウン、しかし立ちました、しかしチャチャイ立ちました。5度目の防衛なる。12ラウンド。